紅上切梅の露収録東京国立博物館像、紅上切とは、漢本が伝わらない、平安時代の三一歌集、霊歌集を書写した、古筆切れ。伝承体訓筆。元は、デッチョウソウサッシボン。説明は、防中のため定時の花びらや蕾を濃く染じ、その汁で黄色に染めた構造目の漁師を用いているから、名付けられた。書風や、 簡略化された金の時代から11世紀末から12世紀、初め頃の筆者とみられ、上代様が中期から後期に移行する時期の作風を示す。霊歌集は、当時著名な歌集で、藤原道年線、五州岩歌集所に、麗しき花の衆といいことの早しく姿がたる、物なりと厳しい評価を受けているが、その後も、藤原清介の、大義賞や、藤原春勢の、 古来風大将にもその名が見える。元は十巻程度の歌集だったと想定されるが、その伝本はこの甲果見切りと伝後の東風筆、八幡切れが確認されるのみである。書としてのみならず、平安時代の三一歌集の本文資料として、極めて貴重である。正体君筆と伝わるが、確証は全くない。別に、藤原近藤を伝承筆者とする段官もあるが、 これも裏付けはない。書き手は、この追加資料をもとに過失源小体訓筆と電筋等筆の二手あるとされていたが、近年後手に分ける説も出ている。荒野切れや三色紙とは一見して、書きぶりが大きく異なり、小島切れや三倉切れとの類似が指摘されている。速度が速く鋭い性質で、筆を、つく表現を多用する。一時一時にかかわらず、 気ままに調子づいたような自由奔放な筆致で大胆に記号されているためか一部に乱れた字型も見られる。反面、こうした書法は個性的な表現の芽生えといえ書の表現を前に進めようとした意欲の表れといえる。現存数は約90余余り。色は経年による退色で薄公色に変化している。所蔵先は個人が多く、他に畑山記念館、 前大区徳会、伊豆美術館、東京国立博物館、時和山、文庫、三井記念美術館、井出光美術館、宝島寺、根津美術館、商工館、徳川博物館、徳川美術館、術館後藤美術館、MOA 美術館、白鶴美術館などに分蔵。ありがとうございます。